渡辺裕太の YouTuber になります。愛媛南予裕太先生癒しの世界遺産。さつき、今日もいい天気だね。うん、すごくいい天気。今日もここからの景色は綺麗だね。いやー、ほんと、ここ田丸橋ではよく二人で遊んだよね。そうだね、懐かしいね。うん、いやもう、さつきとはここでお別れだ。あっちの吉典ん家で幸せに暮らせよ。うん、カンタ、でもそれ本当に言ってる？うん、もうお前が決めたことだからな。じゃあ俺行くわ。本当に？おう、元気だな。うん、カンタも。じゃあな。うん。カンタ！でもやっぱり私、カンタがいい。さあ、来ましたね。来ましたね。うちこたまる橋。たまる橋でございます。ちょっとなりきっちゃいました。こちらが。ここはまだ屋根付きの橋。そうなんですよ。ちょっとこう、はい、カンタとサツキになっちゃって、はい、ちょっとジブリな空間がね広がってるなって。そうですね、いうぐらいこう原風景が残る中で、そうですね、こうやって、いや素晴らしい。あるこれ杉の皮を使った、ね、はい、屋根で、はい、でこうやって現存してるわけですよ。そうですね、なんかこれは今なかなか見られないような橋ですよ。そうですよね、うん。まあ、でこちらで暮らす方々の、まあ、生活されるための大事な、まあ、通路になってるわけですもんね。はい、でまあ、昔はなんでここ屋根がついてるかというと、はい、まあ、橋の腐食を少しでもこう、はい、防ぐために屋根がついたと言われていたりとか、で、まあ、はい、昔は倉庫代わりに農作物とか、はい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 、で木炭だったりっていうのをここにこう置いてたっていう歴史もあるみたいなんですね。確かに綺麗だわ、こっちも。ねえ、なんかこう360度いい景色。本当ね。川が流れ、ね、こうやって稲がなり。ねえ。